新井役史の縁日縁日とは、神仏の交誕、降臨、次元、誓願などの縁のある日、すなわち、縁の日のことである。縁日には、祭祀役用が行われ、この日に参拳すると普段以上のご利益があると信じられた。特に、年の最初の縁日を書と称し、年の最後の縁日を納めの、または、姉妹と称される。近代以降では、祭りが催され、 露店などが多く出る。明治期には縁日欄が新聞に掲載された。縁日縁日は神社仏閣で祭神や本尊に縁のある特定の日に祭典役用が行われるもの。境内の外に露店が並びお参りの人々で賑わう。明治後期には日本橋の水天宮や麹町の27不動などの縁日が有名であった。日暮れの遅い夏季には 夜遅くまで縁日が開かれ、各種の露店が庶民を楽しませた。植木売りなどの露店商の絵あり。清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、縁日より抜粋盆踊りと同様に、縁日には伝統的に屋台が出店される場合が多いが、陶器の縁日には出店しない場合もある。神社に出店する屋台縁日の屋台で扱われる商品やサービスを、 列挙すると次のようなものがある。年中行事時点 P105,958 年5月23日、初版発行にし、閣遺書共編東京堂出版東京朝日、新聞、都新聞など、家庭人み、清水政府庁、東京名物百人一首明治40年8月、縁日国立国会図書館、蔵書、2018年2月9日閲連覧の武山、 工藤寺のホームページ斜面山奥の院のホームページ合主書懐かしの園日大図鑑108から109ページ川で処方審者2003年7月30日発行 ISBN 978から43億972万7301ありがとうございます